待て、大ボス来てるわ、大ボス来てるわ。あいつ来ちゃいかんやつ来てるわ。ここに引っかかる仕様になってるんで、ここを攻略するときは引っ掛けてから、やりましょう。はっきり言ってね、普通の原住民3体とこいつ相手に1体戦うのはちょっと振りすぎますからね、数的にも。 OK。 その大穴の下まで行くとすごいのがあるって話なんだけども、相当装備を揃えといた方がいいですよということらしいんですよ。 OK。 だいぶ女の子チックじゃなくなったよね、この人ね。なんか内臓的な何か。天井で燃えてない？おっと、びっくりさせんな、ゼリー。ブラッディゼリー。なんか、燃えながら笑ってるっていう、談笑してるっていう状態なんだけど、あれ、どうなってんの？あれ、生きてんの？あれ。望遠鏡が欲しいとこなんだけど。え？ちょっと待って、あれ、どうなってんの？マジで。え？何してん？おお、びっくりさせんな。謎すぎるやろ。なんだこれは。おい、下ろしてやろう遺体を。妙な親切心ね。いや、やばかったっすねここね。先にこっち行ってみていいですかね。これ何があるの？やばい、やばいやつや、これ。やばいやつ。こっち側やばいやつやな。なんか洞窟の構造やっぱ変わってきてるね。よしよしよし。来てみろこの野郎。しょうがねえな、お前にはこれだ。よし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 。一回下がりましょう。あら、昔建ててたこれがこんなとこに明かりをつけることができましたわ。で、あそこにね、まだ生き残ってんだよね。ファイヤーアローで仕留めましょうか。こっちにだが、よし、OK。あいつはやれましたわ。で、左の方の先ってね、行き止まりだった記憶があるんだよね。なので、この右側の方から行って、行ってみましょうか。多分ね、ちょっと覚えてないんだけど、こっち側にね、変異体もう一体いた気がするんだけど、どこ行った、どこ行った、どこ行った、普通にい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 ました、普通にいました。もうはめていく、はめていこう。ちょっと暗闇で見づらいかもしれませんが、ちょっとファイヤーアローをこさえる時間がなかったんで、ここで弓でちょっとこそこそとまずやっていきましょうか。よし、倒しました。いや、意外ともうすぐだね。弓使えば結構すぐになる、いけるようになったねこれね。ありがてえな。弓いっぱい作っとくべきだな。ドラドラ、あれ、あ、こっからこの先に行って渡った先に穴があるんでしたっけ。いやー、いるな、おい、いるな。あー、マジか、マジか。3人もいましたよ、この先に。これで行きましょうか。
おお、もしかしてハマってる、この下にハマってる。あ、いいかもそれ。それちょだったらさ、これでさいけるかな。これダメ、下に落ちちゃったんかな、これもしかしたら。じゃあ助かったこれ。こっちもいないってことでしょ。ほほほ言うとるわ、ほほほ言うてますわ。いるのか、え、いや物がいっぱいあるよ。これ弾の無駄遣いをやめてバックアタックいきましょうか。うわあ、うつむきながら大受けしてますわ。貴様のケツはもう壊れた。二度と貴様は運行することができない。いや、この人たちってうんこしてんのかな、そもそも。いや、でも食べたら出すっていうのはやっぱり生物の基本だからね。ああ、よかった。ここでちょっと回収していきましょう。そうそうそう。海底のすごいものってどうだったのっていう声もあったんだけど、海底のすごいですね。まだ回収してない。回収っていうか見てないんだよね。結構建築に気取られてたからね。このノロノロ進行ですわ、これがね、私のね。飲み物も飲んどこうか。食い物1個と。先が長くなりそうだな、これね。OK、OK。うん。でね、花粉症をどうにかしてください、ベルクラさんっていうね。もうね、神様に祈るかのように言われるんだけど。どうもできないよ。私にはどうもできない。ね。よし、奥行きましょう。こっちの右端は何もないか。これ水か。あれ滝みたいになってる。ええ、これで終わり？端っこだったのか、これ。ほんとさ。死んで？死んで、ね、ゆっくり死んで、ゆっくり死んで、ぼっくり死んで。あ、そうだ、この松明使って一応ご飯をちょっと、いや、そういうつもりはなかったよ。私全然狙ってなかったよ。ご飯をちょっと炊きましょうよ。よいしょ。肉がね、どんどん腐ってきますからね。だからここで焼いたところでね、もうここら辺も腐ってるやん。マジかよ。やだな。で、そうそう、それもそうなんだけど、骨にしてアーマーにして耐久度を上げるっていうのもやっといた方が多分いいと思うんだよね。ついでだ、これはもうやっとくべきでしょ。これで、なんか相撲取りの声も聞こえるけど、アーマーを作っとかないとね。 OKOK。 よし、これで、満タンと。うん、でこれ焼いてる間にコメントの方もね、返していきたいと思いますと。うん、浮気についての質問をね、答えてらら、その本人がありがとうございますと、まさか答えてくださるとかということでね、答えがね、半端なく心に響きましたと言ってくれてるんでね、彼女のことを信じて関係を深めていきますと。いや、よかったですわ。一人のカップルがね、救われたんじゃないかな。救われたんならいいんだけどね。作っといたらいいんじゃないかな、そうやって。うん、で骨を拾っとくと。このアーマーが後々大切になってきそうな気がしますからね。よしよし。いや、やっぱり役立たないものってないんだろうね。こうやって全部がね、有効利用できると。エコの、エコだね。
エコに決まってるよ、だってこんな大自然の中なんか私がむしろもうなんか自然を犯してる人物ですよ。あ、そんなとこいたん、えらいとこいたね今。この下で笑ってたみたい、深かったみたいね、ここ。さあそこに行く前にこっちを調べるべきか、調べるだけ調べてみますか。一応行けそうだからね。どれどれ、あ、いたわいたわ、なんかやってるわあそこで遊んでるみたいあそこであれ下絵みたいなのがいっぱいあるね。こんなのんきに泳いでらんないんだけどね、死体がこんなあればさ。楽しいね、海底の中で、海底の中でそうやってね走り回れてよかったね。なんかドラえもんの海底祈願寺を思い出すわ。適応灯を受けた後の状態に見えるわ。ベルクラさんのフォレストを見ながら彼女欲しいと思ってたら、この前告白したら OK もらって彼女ができましたというね。なんかもう私の効果なのかなそれ。もうよくわかんないよね何もしてないよね本当に。神頼みだよね、神頼みだよねこれね。さてこっちの方ももういっぱいいっぱいだもんな。おーっと、赤ちゃん、赤ちゃん。結局調べた後、あそこ何もないんで、やっぱりこっちの危険地帯を行くしかないと思いますね。ステルスゲームだ。あいつが気づかれていない間に、後ろからバッサリ行きます。おはようございます。おい、あ、お前、なんだその膝は。なんだその膝は、おい。ちょっとよく見せてみなさい、先生に。先生によく見せてみなさい。どうなってんのその膝。お、おう、よし、どれどれ。先生が膝をよーく見てあげますからね。どれどれ、どうなって、いや全然健康じゃない、全然健康っていうか何をもっての健康なのかわからなくなってくるけども、よしこのまま行きましょう。恐ろしいとこまで来てしまったな、これ。思えば遠くに来てしまった。おお、びっくりした。おお、組体操か？中国雑技団か？最近の中国雑技団は赤ちゃんも使うんか？いや、すごかったね、今のね。あれ来るぞ、絶対来るぞ。来てみろ。赤さん来い、こっち来い。ナイスあー、この先穴の下だわ。これね、攻略法があるんですわ。このね、上からね、攻撃するっていうね。これ重要よ。ここいるぞ、いたなあそこに。ここ参ったぞ、これ。よしよし、燃えた燃えた燃えた。で、あとはあのおっさんだけなんだよね。おっさんかも謎なんだけど。どの辺にいるんだろう、あれ。いた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 。オッケー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 。うおー、来た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 。うおーっと、来た来た来た、怖え怖え。いやー、俺あぶねえ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 。こわこわ、どこ行ったんあいつ。怖すぎやろこれ。
こ行った地面の中。ちょっと無視しましょうか。あのおそらく水の中にこれ入ったまんまでしょう。ああ怖い。よし、うまいこと逃れた。うまいこと逃れたぞ。いやーこれね。さて。石の方を置きましょうか。重りをね置かないとねこれ開かないからね。よいしょ。1個でしょん。でいらないもの中心にやっていきましょう。この武器ね。この武器意外といらない。これね。2個じゃまだ入れないよね。入れないか。もう1個か。もう1個はね。この全然使わないこれ。アップグレードした石とかはいらないかな。よし、これで OK。 この先がねやばいんすよ。この先がやばいんすよ。これ持ってった方がいいんじゃないかな。前は上に乗っかってなんとか難を逃れたんだけど。よし、どうや。だいぶ吹き飛んだやろ。ちょっと待て。切れてる。貴様の動きを読んだ。よし、今までの経験が生きてきている。とどめはきっちり刺す。そして止める。貴様の二段攻撃など受けるか。くる。よし、オッケー。これで大丈夫でしょう。だいぶ防御力が効いてきたみたいですね今のは。これね、いやこれ作っとくべきだったね。よかったよかった。これがなければ耐えられなかったぞ。多分いないよね。あ、爆裂してますね。いや、4体、5体ぐらいいたってこと？マジかよ。いや、これ、こういうのいらないよね。基本的に。そうそう、こういうのがいらないんだわ。足と頭と。で、ここのを解体して持っていけば、いざという時の食料になりますからね。よし。ベルクラさんは好きな人いたんですかと、いたとしたらどんなアプローチをしましたかと、もしくは今いたとして、どんなアプローチをしますかと、という感じのがね、言われてたんだけど、もちろん好きな人って いたことあるよ、もし仮に家庭に今ねいたとしてどんなアプローチするかといったらね、まあしませんね私結構ね奥手ですしね、アプローチするタイプじゃないんですよね。まあありがちな感じですよね。待つタイプっていう、ちょっと女性からすると厄介ですよね。これ上から行こうかな。え、なんでこんな音。いや今やばい音したでしょ。宇宙船みたいな音したよ。上から行きましょう。これ今うまい感じで、なんかエロープ、これどうやってこれ設置したん。あ、これだ。とうとうあのほらボスへのほら一本道ですわ。左右は何もなかったよねここって。で、相撲取りがいるんだよね。おそらくこれ下何もないはずだから、まあ行くのはやめときましょうか。いや、とうとう来てしまいました。さあ、どうなるか。
なんか驚愕のものが待ってるっていうさ、視聴者さんのコメントなんだよね。なんだろう、息子、もう驚愕することって言ったら私息子ぐらいしかないよ。息子がいたらもうびっくりするってさ、あれだけど、なんかおかしな話だけど、細い細い、あ、え、ちょっと待って、ボス戦とかじゃない、なんかダークソウルとか思い出すんだけど、 こんな万人されるとさ、大丈夫これ万全だよね。回復アイテム用意しとこうか。怖い怖い、なんかいつになく怖い。7個ほど用意しておいて、もうはっきり言って薬ってこっちしか使わないですね、これあんまり使わないよね。よし、うん、行きましょう。あ、外、ちょっと待って、あの、え、フリーズ、え、ちょっと待って、あのさ、え、驚愕の あれって何、フリーズのこと、ちょっと嘘でしょ、嘘でしょ、マジかよ、マジかよ、いやマジで、いや、ちょっとあのコメントください、あのここに来るとバグるんですか、それともこれバージョンアップした後に建築してないからバグってんのか分かんないんだけど、バグるってのがここの驚愕の事実なのかな。いや、そんなわけで、ご質問ありがとうございました。コメントの方もね、ほんとね、全部拾いきれなくてね、申し訳ないですね。うん、まあこの辺ね、ちょい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 拾っていきたいと思います。ではでは、皆さんのね、良きゲームライフと、普通のね、人生の方をね、祈っております。ベルクラでございました。お疲れ様です。チャンネル登録は PC の方は画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。